イブスキ市は、鹿児島県薩摩半島の南端にあるし、イブスキ温泉で知られる、温泉地で古来より、湯たか塾と呼ばれた。和名称では、もっと好きと記された。観光促進と冷房節約の観点から、毎年4月下旬に行われる市長の、アロハ宣言から10月末まで市職員、銀行職員などが、アロハシャツを紅葉服として着用する。 オクラの産地としても有名。イブスキ市中心部周辺の空中写真。2018年4月29日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。鹿児島市から南へ約5 0トルの場所。 薩摩半島の南東端に位置し、市の北東部から東部南部南西部にかけて、東、ナ海と鹿児島湾に面している。地域の中央部に池田湖があり、その東側にはうなぎ池がある。市の南西部の東、ナ海沿いには海門だけがある。主に海岸沿いに市街地が形成されているが、海門だけ近辺の地域では海門だけより内陸に市街地がある。 この校では2006年に新設合併により、イブスキ氏となった区域の町名及び大技の概略について記す。1889年の町村制施行により、以下の各村が発足し、その区域に存在した半ンマ村は大技となった。町村制施行以後、1930年に山川村、1933年に、 伊武す村がそれぞれ調整施行し、1948年に今泉村の大技リ久氏が分割される長村が発足した。1950年には栄村が調整施行するが、翌年の1951年に栄村より大技十町丁及び大技千田が分割され、開門町が発足し、1953年には山川町では、 戦災復興計画により区画整理が行われた区域について大規模な町の区域の設定が行われ、大技、福本の一部より、朝日町、入選町、近世町、塩見町、新生町、山下町が設置された。1954年には、伊ぶす町と今泉村が新設合併し、伊ぶす市が発足した。翌年の1955年には、 李長村が山川町と海門村に分割編入され、同時に一部を編入した海門村が調整施行し、海門町に編入された李長村の区域をもって、海門町の大技上野が設置された。なお、山川町に編入された李長村の区域は、山川町を大技リ久サとなった。翌年の1956年には、海門町大技、 センーの一部より、大技川尻が設置された。1958年には、山川町の大技、成川の一部より小川、浜地が、水が設置された。また、1984年には大技福本、地崎公有水面埋め立て地より、新境町が設置された。旧伊伏杵市では住居表示の実施に伴い、町の区域の設定が行われ1978年に、 湯の浜一丁目から湯の浜六丁目まで、1981年には港一丁目から港四丁目まで、1988年には大群れ一丁目から大群れ五丁目までが設置された。新設合併により、イブスキ市が2006年に発足した際には、山川町及び海門町に含まれていた地域の大あざなは、従来の大あざなに、山川町の区域の大あざは、 山川、海門町の区域の大技は、海門を関したものに解消された。なお、旧イブスキ市の区域に含まれていた町及び大技については、名称の変更が行われていない。国立病院機構イブスキ病院自由館ここはしむれ、イブスキ駅道の駅イブスキ高速道路の、最寄りインターチェンジは、九州自動車道鹿児島インターチェンジ。有料道路では、イブスキスカイライン。 エイインターチェンジ。一般国道主要地方道一般県道道の駅、コミュニティバス池田湖長崎花内部すき温泉街と、背後に海門竹いぶすき市内に設置されている、ポケットモンスター EV と、その進化系のマンホール。いぶすきと EV 好きの語呂合わせで EV が、いぶすき市スポーツ、文化交流大使に任命され、2018年12月にマンホールが設置された。 薩摩藩島津家の領主が当時に使っていたという、殿様湯は現在も残っている。市内どこでも1メートル掘れば、お湯が湧き出ると言われるほど湯量は豊富。実際、海岸には温泉が流れ出るところがある。これを利用したのが砂虫温泉。海岸に寝そべって、上から砂をかけてもらうと熱気で徐々に体が温まり、その効果はサウナに似て、火なるもの。 温泉ファンならずとも一度は試してみたいものとして人気がある。ありがとうございます。